このスパン。さすがに王とってだけあって大きな縄文ね。王様の住んでる都だから、百戦錬磨の強者たちが日夜魔王軍の襲撃からこの町を守ってるんだよ。シエロはやけに詳しいな。来たことがあるのか？それはそうだろう。シエロは貴族だからな。そうか、貴族かって。シエロが貴族！男を殴るこいつに社交界は無理だろう。ちょっと、女の子に向かってそんな言い方は失礼でしょ。別に大丈夫だよ。暴力を振るっちゃうのは事実だし、それに社交界も実際無理だったんだよね。僕、跡取りができるまでは男の子みたいに育てられてたんだけど、他の貴族からはなよなよしてるって言われてて。いじめか。男性恐怖症になったのはその反動か。王都は大都市だし、これまで以上に男の客も来る。暴力を振るわないよう、これまで以上に気をつけろよ。王都での公演は2日間。この2日間は公演の前と後にも物販を行う。売って売って売りまくるぞ、このスバ。今日明日のショーと握手会にもぜひ会いに来てくださいね。応援してるよ、エリカ。握手券がついてるこの写真、全種類買わせてくれ。こちらのタオルもご一緒にどうぞ。お買い上げありがとうございます。うまい。自然に追加でタオルも買わせるとは、エリカはなかなか有能だな。物販って疲れるな。それにちょっと。わかるよ、リアちゃん。僕たちは踊り子だから、舞台の上でこそ頑張らなきゃいけないのに。リア、シエロ、気がたるんでるぞ。エイリカの働きぶりを見習えよ。それにもうショーも握手券も2日分ほぼ完売してる。ファンがお前たちを待っててくれるってことじゃないか。カズマさんの言う通りですね。もうお客さんは待ってるんですし。そうだな。踊り子としてファンの期待は裏切れない。私たちは最高のパフォーマンスをしよう。当然よ。普段よりも可愛い私たちの姿を見せてあげましょう。人気が増え、握手券を求める人が増え、握手券付きの商品がさらに売れるようになる。いい流れだ。グッズ開発には結構金がかかったけど、これなら黒字だ。各地でツアーを続けてきたのが功を奏したな。さあ、もうすぐショーの時間だ。準備はいいよな。今日はありがとうございました。明日もよろしくお願いします。かわいいエリカさん、自己紹介を僕のためだけにやってもらっていいですか？仕方ないわね。世界中のかわいいが大集合、かわいさ 1000% エリカです。リアさん、今日のショーも最高でした。アクセルの街で活動してた時から追っかけてます。本当に嬉しいよ。でもこんな遠くまで。あんまり無理しなくていいから。シエロって近くで見てもちっちゃくて可愛いんだね。ありがとうございます。こんな分厚い手袋だけど握手ができて夢みたいだ。こんなすぐそばにシエロが。はい、お時間です。ありがとうございました。次の人どうぞ。あ、そこの人、割り込みは禁止ですよ。
この人数の客を一人で裁くのは正直きついな。アクアたちにも声をかけて頼むべきだったか。やめてください。なぜだ、おかしいだろう。俺は確かにシエロの握手券付きグッズを購入したんだぞ。握手する権利があるはずだ。こんな手袋越しではなく素肌で。お客様、申し訳ございません。そのことについては握手券に注意書きがありますように。うるさい。さあ今すぐその分厚い手袋を脱ぐのだ。あ、ダメ。お客様、勝手に踊り子に触れないで。はい、握手。いいじゃん。うわ、お客様。おい、シエルも落ち着け。寄らないって。うわ、くそ、俺一人じゃやっぱり対応しきれない。ダクネスやメグミンを連れてきていれば。シエロ、落ち着くんだ。お、ごめんなさい、カズマさん。僕、俺のことよりもお客様のことを優先しろ。あの、大丈夫？シエロも悪気があったわけじゃないし、できれば嫌いにならないでくれると嬉しいんだけど。嫌いになるなんてとんでもない。こんな激しい暴力を、なんて情熱的なんだ。様子が。ああ、これがド M。 あ、違う、見ろ、体の色がだんだん変色していく。ファンの私にこんな激しい暴力を振るうなんて。こいつトロールか。モンスターが人間に化けてたんだな。トロールなんて呼ばないでくれ。俺にはチャーリーという名前がますます気に入ったぞ。シエロは俺のものだ。モンスターだ。何よ、あいつ好き勝手しやがって。せっかくいい感じだった公演が台無しじゃねえか。おいシエロ、今のあいつ相手なら我慢する必要なんかない。存分にやっちまえ。わかりました。リア、エリカ、準備はいいか。準備も何もやるしかないんでしょ。公演を台無しにして絶対に許さないから。来るぞ。うわ、このスバ。冒険の軌跡を